吉田さん怪しししい稼ぎ方を発見しましたむちゃくちゃ稼げるんですよしかも未来永劫を過去から未来までずっと稼げるんですよまあねその怪しい稼ぎ方っていうのは私がやってみたらみね広島の本通り一等地に店を出して意気揚々としていて毎月赤字っていうものでもなければこんなね中古のクロームブック1万2000円で買ったやつで1億円稼ぐのでもないんですよそれはですね 宇宙人でで稼ぐってやつですよね宇宙人宇宙人がもう地球に住んでるらしい宇宙人が地球にやってくるらしい人間のルーツは太古はるかな太古を宇宙人がやってきて遺伝子操作をした結果私たちがあ地球上の生物から進化させられたらしい宇宙人のテクノロジーがインターネットやステレス戦闘機を作ったらしいこの宇宙人のネタでねもう稼いでらっしゃる方 いるんですよね結構ね、うん、あとあれですねお化けとか心霊とか妖怪とかねああいうので稼いでらっしゃる方もいますよねでこれははるかな太古から多分これからも宇宙人とか心霊で稼ぐ人っていなくならないんじゃないですかまあ心霊って言い方が適当じゃなかったらね雑誌の最後の方に占いのページってあるでしょああいうふうに根拠があるのかないのかわかんないけどもでも気になって見ちゃうというね床屋さんに行って 待ち時間に雑誌を見てね女性誌とかがあるわけですよまあパラパラとめくっていてどれもこれもつまんねえなと思っても占いのページはね手を止めてじっと見ちゃうというね、うん、まあ雑誌ってのはゴシップ誌ってのはあのは芸能人とかね有名人のことが書いてあって唯一自分のことが書いてあるのが占いのページっていう風な見方もあるらしいですけどねまあ怪しい稼すいかだってのは昔からそしてこれからもなくならないってことですよじゃあそれに比べてね 人のお役に立てるような情報発信をすることって怪しいですかね、うん、情報商材って何なんでしょうねまさに宇宙人情報商材じゃないですか、ね、宇宙人が異次元からやってくるみたいなことね、うん、科学的裏付けはないですよ別にそういうふうに思ってる人がつらつらと書いていてそれに共感する人が一生懸命読んでみたいなね怪しい稼ぎ方の最たるもんだと思いますね でも怪しいっていうのは嘘を言ってるっていう意味ではなくて、なんかよくわかんないけども、まあそういうのあるんじゃないのみたいな。どっちにもつかないような情報のことを掃除して怪しいって言ってるだけですよね。否定的なような、でもちょっと乗っかってみたいような、そんな人の心の隙間ですかね。怪しさっていうのは。我々も怪しくいきましょうか。それじゃあ本日もいってらっしゃい。